はい、マッソーゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらドラゴンクエストビルダーズ2破壊神シドと空っぽの島パート37やっていきたいと思います。まだパート1からパート36見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていくんですが、まずは前回のおさらいからしていきましょう。今僕がいるのは破壊天体シドというね場所にいます。というのも前回ですね、ついにというかついにですね、シドが覚醒してしまいました。で、そのタイミングでね、ハーゴンも現れてね、そのね、シドをね、こうの心を取り戻すためというんですか、この破壊天体シドに来ましたっていうところまでね、前回行きました。で、今ね、僕がね、ビルダーの魂っていうアイテム、うわ、びっくりした、お、やば、こっちから行けないじゃんっていうのを持ってるんで、これ壊してアイテム稼いで道作るのかな。はい、ちょっと進んでいきたいと思います。こっから行けるかな。よしよしよし、メタルスライムがいる。果たしてこのメタルスライムは何を知っているんだろう。足場を作って助けてくれたんだ。ああ、ありがとう。だけど君人間だよね。どうしてこんなところに？え、友達を探しに来た？シドウがどこにいるか知らないかだって？そんな人知らないけど。ああ！やばい。って、それどころじゃない！やばい！やばい！やばいんだよ！このままじゃみんな死んじゃう！ねえ、ここは約束の地なんだよね。どうしてどうしてこんなことに？とにかく逃げなきゃ逃げなきゃ！どっかないの？どっかないの？お、敵だ。おい、お前たち、そんなところで何をしている？そこは危険だ。早くこっちへ来い。ちょ、道作りましょうか。道、あ、あっちから来るんかい。うん、貴様は人間。なぜこんなところに人間がいる？一体何者なのだ。何？ビルダーだと？まさか教団の聖地ともいえるこの地に殴り込みをかけてきたのか。えい、捨ておけん。今すぐその首ねじ切ってやる。そんなことしてる場合じゃない。死んじゃう、死んじゃうよ。ねじ切る前にみんな死んじゃう。うむ、では安全な場所に避難するとしよう。安全な場所で安全に首をねじ切ってやる。俺様に心当たりがある。ついてこい。敵がいる。あ、普通に敵だ。あ、これで木とかがゲットできるんだ。で、ああいう敵も多分、まあ、重要な何かの役割を担って、ゴー！またあの腕だ。お前たち、気をつけつつ、で進むぞ。鶴がある。やばいやばいよ。引き裂く。うわ、なんかいろいろある。見て見て、下に誰かいるよ。ひー、助けて、出られねえ出られねえ。だってと飛んで逃げれるだろう。何？助けてあげようだと？あいつは魔物だぞ。人間である貴様が助けるだと？普通に逃げれそうだ。よし、これでどうだ。ひー、逃げ場がない逃げ場がない、もうダメだ。おい、落ち着くんだ。まだ逃げ場はある。は、おいらすっかり混乱しちまったよ。あ、ありがとうよ。ねえ、ならそいつに言え。どうやらその人間は魔物も放っておけないお人よしらしい。
さあ、俺様についてくるんだ。よし、トントン。あいつ逃げれたのかな。あ、逃げれてるな。この花はすごい。うわ、敵がいる。よし、毛皮だ。強いな敵。魔物同士でも喧嘩するんかい。赤砂経験チケット結構もらえますね。する。この花とかつぼみも一応取っとこう。手が来た。危ない。すごい手だ。早く進もうぜ。あ、あそこか。安全な場所はもしや。何が見えてきたぞ。牢屋的なところがある。よし、あそこだ。あそこならあの妙な腕も入ってこれまい。おお、何なんだここは。お、メタル。あ、なんだここは。うひー、やっと着いたな。死ぬかと思ったぜ。それにしても随分変な場所だね。見慣れない不思議なものがたくさんある。マスオって言ったよね。僕メタルスライムのメタッツ。助けてくれてありがとう。おいらグリムン、お前のおかげで命拾いしたぜ。俺様はキッシムだ。まあどうにか助かったな。ここはひとまず安全だ。さあビルダーの首をねじ切るとしよう。ねじ切られんのか。ま、待ってよキッシム。マスオは友達を助けるためにここに来たんだって。何？指導がどこにいるか知らないかだと？そんな名前聞いたこともないが。ひとまず殺すのは後だ。友達を助けたい奴なんか殺せんからな。友達を助けたら殺してやる。もっとも、ものづくりの素材になるものなんかここにはない。ビルダーだろうと悪事はできんだろうしな。そんなことよりここで何が起きているの？あの腕は何？あの黒い魔物は？よくわからんが、すさまじい破壊の力を感じる。謎の腕も黒い魔物もその影響だろう。え？そもそもここはどこなのかだって？なーにもない真っ暗な空に浮かぶ小さな星さ。僕ら強大な魔物にとっては約束の地なんだ。ここで待っていれば救済が訪れるって聞いたのに、まさかこんなことになるなんて。わめくなよメタッツ。おいらそんなことより大切なことに気がついちまったんだ。なんだ？実はおいら腹が減りまくっていることに気がついたんだ。なあビルダー、なんか作ってくれよ。お前大切なこととかそれか？しかもビルダーにものづくりを頼むとは。うるせえやい。どうせ死ぬんだ。死ぬ前にうめえもんが食いてんだよ。おいら、うごめく鶴を焚き火で焼けば絶対うまいって思うんだ。うごめく鶴は外にあるうねうねした植物を壊すと手に入るはずだぜ。なあ頼むビルダー、うごめく鶴をそこの焚き火で焼いておいらに食わしてくれ。持ってるから。これであれですね、この星での食べ物をちょっと教えてくれるってことですね。そもそもなんか溶岩みたいなところもあるし、こっちにはなんかかまどですね。ちょっと鉄とか作っとこうか。ちょっと何に使うか分かんないんで、銀と適当に作っておきましょう。これはなんか、あ、何かしらね、後で使うことになりそうな気がするんで。で、キラーマシン。返事がない。ただの鉄くずのようだ。だって新しいな。ただの鉄くずのようだって新しいね。で、あ、うねうねパスタができたって。もう一つ作っとこう。よし、これをけっけっけ。うごめく鶴を焼いてうねうねパスタを作ってくれたんだな。うまそうじゃねえか。早速おいらにくれよ。しょうがねえな。うひょー、ありがとうよ。あんなものから飯を作れるなんてビルダーってのはすげえもんだな。うねうねパスタは臭くて苦くて最高だぜ。腹が減ったらお前も食ってみろよな。ピピピピピ。ものづくり検知、ものづくり検知。ガーピピガガガガ。うわ、何この音。今度は何だっていうの。何やら何やら何までいろいろ起きますね。マスオ、さっきの音何だったんだろう。ぼ怖い。音は部屋の中からしたみたいだね。怖いけど調べてみようよ。これか。返事がない。ただの鉄くず。
返事がない、ただの鉄くず。ガガガガピピー、生体反応検知、生体反応検知、再起動プログラムを実行しますか。はい、ガガガ再起動プログラム、再起動失敗、魔法エネルギーを補給してやり直してください。そんなこと言われても、足りないエネルギーの補給か、一体どうしたらいいんだろう。お、すごい、ひらめくらしい。ん何がひらめいたんだ。エネルギー回路設計図をひらめいただって。あー、パイプを作らなきゃいけないんだ。オッケー、パイプをつないで壊れたキラマシンからエネルギーを送る。ほう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 、ってことは、これは壊しちゃっていいっぽいね。よし。で、このパイプを、パイプのカーブっていうのもあるから、取り出して、これを設置しよう。よし。間違えた。こっちか。からの、この上も繋いで、お、完成した。ただ、どっからどうエネルギーこれいってんだ。あ、こん中から来てるっていう設定なのかな。まあ、いっか。僕怖い。よし。ウィーン。お。燃料パイプ接続感知、魔法エネルギー補給を実行中。魔法。システム修復完了、再起動プログラムを実行中。ガガガピ、わしはガガガ。わあ、わしはキラーマシンじいさん、再起動完了じゃ。ありがとうマスオ、壊れたキラーマシンを直しちゃうなんてビデオだって本当にすごいやつ。わしはどのくらい眠っておった、今ここで何が起きておる。なんじゃこの不穏な気配は、まさかついに滅びの日が来たのではないか。なんだよこのじいさん、錆びついてボケちまったんじゃねえのか。ガガガ、湿気やな、この地で何が起きてるのか聞かせてみー。ん、キラーマシンって喋るんだ。ほほ、恐ろしい腕と黒い魔物が現れてこの星を壊し始めたか。やはりわしの思った通りじゃ、ついに滅びの日が来たようじゃな。ねえねえ、なんだの滅びの日って。その名の通り、すべてが破壊され無に帰る日、世界が終わる日じゃ。それにしてもまずい、破壊がここまで進んでおればこの研究所とて安全ではなかろう。ああ、いつかこの壁も天井も恐ろしい腕とやらに破壊される時が。わあ、ってもうその時が来たみたい。黒い魔物どもの気配もするな、これは戦うしかなさそうだ。うわ、いっぱいいる。ちょ、これだけ取って、あ、肉あるんだけど、腐った肉。よし、戦うぜ。行くぞー、戦いだー。ほら、オラ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 、危ない、オラ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 、くそ、こいつは魔法か。オラ、いけ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 、お前隠れてんじゃねえ。オラ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 、なに、人面獣。わ、魔法で距離を取りやがったと思ったら全然距離取れてねえじゃねえか。魔物だ。ハヤブサの剣なんで1回切ると2回のダメージが加わるんですよ。だから結構強いはず。やべ、よし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 、みんなで行くぞ。いけー、
ハッカハッカハッカ。おお、キラーマシンのあのビームかっこいいんだけど。あ、そのレベルが上がった。次は何思いつくんだろう。何も思いつかなそうだ。バトルコンプリート。ほほほ、敵を倒せたの。久しぶりにキラーマシンのキラーっぷりを発揮してしまったわい。思いのほか強いな、ビルダー。カッカクはひょっとして友達を探す決意の現れか？ところでキッシム、安全な場所に心当たりがあるの？ああ、ここから丘を越えていくとハーゴン教会がある。あそこなら安全なはずだ。けっけっけ、そいつは名案だ。教会には地獄様がいる。オイラたちを導いてくれるかもしれねえな。それじゃあみんなで行こう。マサオも一緒に。え、自分は友達を探しに来た？逃げずに探すだって？ピピピ、バッカモン、そんな臭いセリス、うわ、吐き寄って泣かせるではないか。おいおい、マスオ、お前本当に行かねえのか？このままじゃ死ぬぜ。放っておけ。人間など、ビルダーなど、所詮我々の敵なのだ。ハーゴン教会にいる地獄様は三神官の一人なんだ。いろんなことに詳しいんだぜ。ひょっとしたら、お前の友達ってやつのことも知ってるかもしれねえぞ。マスオ、ここでお別れなんか嫌だよ。ねえ、僕たちと一緒に行こう。やった！教会にいるジュゴックとかいう神官様に友達の場所も聞いてこないよ。ち、仕方がない。俺様についてこい！っていうことなんですが。一応ざっくり作った鉄と銅も一応回収していきましょうか。使うかもしれないですからね。ジゴック、ジゴック。あ、結構回復するな。うねうねパスタ。やばい。吸い込んでる。なんだこの黒い渦は、あたりのものを吸い込んでやがる。ピピピ、データ解析中、データ解析中。判明、超高密度な重力体と判明、危険、触るな、即死。触ると即死？やば。うわわわわわ。吸い込まれる、ほら。やばい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 。あ、即死しちゃった。即死しちゃったよ。さあ、急げ、こっちだ。あ、戻ってきた。危険。うわ、腕だ。うわ、キッシム。あ、大丈夫だった。足が大丈夫だ。だがまともには歩けねえみてえだ。俺様のことは置いておけ。心配ない。俺様は死なずの騎士だ。何？諦めずに一緒に行こうだと？よし、道案内は俺が変わる。騎士も置いてはいけねえ。ゆっくり進もうぜ。足が。こっちだ。危ない。今危なかったな。ゆっくり進もう。大丈夫か、キッシム。頑張れ。キッシム大丈夫かって。優しいな、みんな。そしてこのツルだけは取っておこう。食料だからな、これ。よし、うわ、上行っちゃったよ。行くぞ、みんな。ゆっくり行こう。ゆっくり行くぞ。すごいリアルだ、こう見ると。行くぞー。なんだろう、これ石か。よしよし、キッシムもちゃんと来てるな。目指すハーゴン兄弟はここを登ってすぐだぜ。ガガガ、地面が壊れて先に進めようじゃの。どうしよう、マスオ。よし、任せておけ。俺が道を作ってやるぜ。もう一丁。よし、
方がいいのかな。よし。わあ、橋を作ってくれたんだね。これで向こうがに渡れるね。さすがはビルダーだ。お前がいればこのピンチも。キシム、ちんたら喋ってねえだ。渡れよ。ああ、早く、あぶね、キッシムー、どうしよう、キッシムが、キッシムがいいやつだったのに。キッシム、キッシム、悲しんでいても仕方あるまい。あいつの死を無駄にせぬためにも、急ぎハーモン兄弟へ向かうのじゃ。キッシムごめんよ。こっちか。あ、ここか。え？教会っていう教会がないじゃないか、ここ。ここがハーゴン教会？こんなにボロボロの場所が？まさか、ここもあの腕に。ピピピ、あそこに誰かおるようじゃ。とにかく話を聞いてみるぞい。神はなぜあのようなものを。誰じゃ？わしの祈りを邪魔する者は。わしは邪神官、地獄と知ってのことか。はい。ほう、私も有名になったものだ。いかにも私はこの地の三神官の一人、地獄である。して、その方ら、私に何の用だ。助けてもらいたいんです。どこもかしこも破壊されて、もう逃げる場所がなくて。お主、おかしなことを言う。どうして助ける必要がある。この破壊こそ救済ではないか。ついに、我らが待ちに待った滅びの日が来たのだ。世界の全ては今滅ぶ。このハーゴン教会ですら、破壊神様が壊してくださった。そんな、全てが滅びるなんて話が違うよ。いつか復活する破壊神様が古くて汚い世界を壊してくれる。そうは聞いていたけど。だからこそ全ては滅ぶのだ。我らとて例外ではない。どうあがいてもこの世界はおしまいってわけか。そんなことはない。僕たちには魔装が、ビルダーがいる。必ず何とかしてくれるよ。何？ビルダーだと？この人間が？ビルダーなど破壊神様の敵。この私が粛清してやろう。やめて、やめてよ。魔装は僕たちの命の恩人なんだ。魔装、近くに何かないか探してみよう。僕このまま滅びるなんて嫌だ。あ、何かある。お、しかもあっちになんかある。わあ、何？なんだか薄汚い台だけど。その不思議な台はずっとこの地にあったものだ。破壊神様が現れた時、真っ先に壊されると思ったが、破壊神様の腕は何かに迷い、壊すのをやめられなかったようだ。私の勘違いも知れぬかな。あれ、台の横に何か立てかけてあるよ。お、これは、マスオ、何なの？その耳っちい棒は。この棍棒、素材から作ったってわけだ。お前、なかなかやるじゃないか。ありがとな、ビルダー見習い。この棍棒、気に入ったぜ。お、新しい武器を作ってくれたのか。ははは、悪くない。だが、お前が最初にくれたこの棍棒は、このままもらっておくぜ。俺はこいつが気に入ってるんだ。お前が初めて作ってくれた武器だしな。やばい、ちょっと泣けるんですけど。どうしたの、マスオ？この小汚いコンボに何かあるの？どうせなら手に取ってみたら？イエーイ！指導のコンボを手に入れた。え？そのコンボを君が友達に作ってあげたものなのかい？友達だと？どういうことだ？何？自分は友達を探しにここに来た？指導の居場所を知らないかだと？貴様、なぜ指導様の名を知っている？指導？一体何のこと？教団でも最高位の神官しか知らぬ破壊神様のお名前だ。このような人間が知っているとは。貴様、まさか破壊神様が自分の友達だ、などと、よまいごと抜かすではあるまいな。ねえねえ、マスオ、マスオの友達って本当に破壊神様のことなの？まさか破壊神様と人間の君が？け、目立つ。そんなわけねえじゃねえか。マスオ、こんな時に冗談はよせよ。キッシムも死んで、当てにしてたハーゴン兄弟もこのざまだぜ。俗に言う、お先真っ暗ってやつだぜ。マスオ、僕は君のこと信じるよ。その
への字の口は嘘をついてる口じゃない。ねえ、マスもビルダーの君がいて作業台もあるんだ。みんながやる気が出そうなもの何か作れない？ピピ、しかしここは素材になりそうなものなどありゃせぬぞい。素材ならこれを使ってよ、油。それ、僕の油だよ。何かの役に立てないかな。メタッツ、お主、そこまでして。うぬ、では近くの消えた明かりに火を灯してはどうじゃ。そうすれば皆の気分も少し晴れよう。よし。なんかちょっとさっきのちょっと泣けそうになっちゃったな。涙もろいな、これ。火をつける2つそして3つラストよし。わあ、マスを消えた赤に火をつけてくれたんだね。あれれ、お光が灯った。すごいや、教会の周りが明るくなった。なんて不思議な日なんだろう。ウーム、けしからん、けしからんぞ。ビルダーが青白き魔物の火を灯すとは、なんともけしからん。やはりビルダーなど滅びの日の前に私が消してくれよう。けけけ、ちょっと待ちな。やるじゃねえか、マスオ。明かりを見てたらお先真っ暗ってわけでもねえ気がしてきたぜ。お、おのれ、貴様まで破壊神様のバジが当たっても知らぬからな。わーい、マスオ、明かりをつけてくれてありがとう。なんだか少し安心できたよ。なんだかオイラ、お前が破壊神様と友達ってのも嘘じゃない気すらしてきたぞ。マスオよ、友達探しももちろん大事だが、ビルダーであるお主の力を借りたい。この地に光を灯したお主なら必ずできよう。まさか魔物とこう共存することになるとは思わなかったな。邪教の松明、青い炎の灯った壁掛けの松明。マスオよ、破壊神様の復活により滅びの日は近い。しかしわしは死にたくない。そこで滅びの日が来ても生き残れるようにこの地にシェルターを作ってくれぬか。頑丈なシェルターがあれば滅びの日が来ても生き延びられるじゃろう。どうかあしらを救ってくれ。何、友達を助けたいからそんな暇はないじゃと。お、おのれ、正直なやつめ。じゃがシェルター作りはお主にとっても決して無駄ではない。この地には滅びを待つ哀れな魔物たちがいる。シェルターにその者たちを集めるのじゃ。そうすれば各地にいる魔物たちから友達の情報も集められるじゃろう。けけけ、じいさん、まあ言いたいことはわかるがちょっと強引じゃねえか。そうだ、そもそも敵であるビルダーに救済を頼むとは己の頭脳は壊れておる。うるさい、わしは死を目前にして何もしないんではいられるのじゃ。頼む、五将じゃマスオ、この地に魔物たちを救うシェルターを作ってくれぬか。はい。おお、よくぞ申してくれた。お主、なんというお人よしじゃろうか。ではマスオ、早速魔物たちを乗せるシェルターをどうにかしてくれい。シェルター作りをすることになりました。さっ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 さと。あんまり大きくない代物ですね。シェルターの設計図を描いた。あー、鉄がやっぱり必要なんだ。さっきのところでね、大量に鉄作ってきてもよかったかもしれないですね。これはまさか設計図というものか。この図をもとにシェルターを作るのじゃな。すごいや、ハーゴン教会を改造してそのままシェルターにするんだね。うぐぐ、神聖なハーゴン教団にこのようなことを。設計図が描けたのはいいけど、どうやって完成させるの。ここには素材になるものは何もないんだよ。うむ、いくらメタッツが自分の油を絞ろうがブロックは作れまいしの。おのれ、ビルダーめ、ハーゴン教会をこのようにしておきながらなおも私に話しかけてくるとは。けけけ、そうだった。偉い神官の地獄様なら素材集める方法を知ってんじゃねえか。偉い神官なんだしよ。ぐわっ、ふざけたことを申した。たとえ知っていたとしても簡単に教えるか。おいおい、メタッツは自分の油まで絞って協力してたんだぜ。偉い神官のくせにそれでいいのかよ。それに良いのですかな。マスオはその破壊神様と友達なのですぞ。
雑な扱いをしては神罰が。え、うぐぐぬぐ、破壊神様の友、私は、わかった。協力しよう。ここから南西に行くと破壊神様の抜け殻がある。この地で引き裂く小爪5つに大いなる鱗を10個、そして突き刺す大角を3個集めてくるがよい。これらのものを集めてきたら素材を生み出す方法を教えてやろう。マスオ、これからは僕を君のお供にして、僕、君のものづくりに興味があるんだ。さあ、まずは破壊神様の抜け殻まで行って素材を集めよう。ということで、今回はこちらで終わりたいと思います。まさかまさかの、ね、破壊神指導の天体で魔物と共に旅をする、そしてシェルター作りになる、を作ることになるとは思いもしてませんでした。ただ、すごくね、次回以降、指導をね、救うために、ガツガツ、ものづくり、ビルドしていきたいと思いますので、ぜひ、また見ていただけたらなと思います。皆さん、今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。からの、このまま撮っちゃおうかな、続けて。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。